ことでしか守れないものがあるなら。そうか。え？は、炎章の一族はことごとく。はっ、せい。お、す、れん。わ、さ、みな、わ。孫さん、そ、これ、しょ、し、だ、そのための、な、し、ろ、ん、と、え、す、き、会談中失礼いたします。姫様、お呼びと伺いましたが。あ、レイシー、ちょうどいいところに来てくれたわ。紹介するわ、兄様。私の護衛を務めてくれている蓮氏よ。蓮氏、没落した豪族保室の一族、元は孫将校に付き従う女官であった。孫将校に武芸の腕を買われ彼女の護衛となる。今蓮氏のいる孫吾は強大な曹操軍の圧力を受けていた。蓮氏は孫将校を支え、この危機を乗り越えようとしていた。これから何かと一緒にな。あれが孫権様、優しくてまっすぐな目をしていらっしゃる。姫様にそっくりですね。どこか放っておけないところも。お二人を支えるためにも私も過去を攻略に同行しなくては。まずは姫様と合流しましょう。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。皆、揃っているの。殿。殿、お怪我はありませんか。急敵、コースを打ち、孫悟の明日を切り開く。みんな、力を貸してくれ。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵は撃った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。敵将撃ち取ったわ。父孫文大の敵、皇祖は撃ち果たした。しかして孫権殿、この者に十分な大軍よ。孫権様は一人で重圧を背負っていらっしゃる。少しでもお力になれればいいのですが。殿、孫権様はご決断なさったのですね。ならば私たちはお支えするのみです。孫吾を守るため全力を尽くして戦いましょう。戦おうとしていらっしゃる周遊殿を失った悲しみを乗り越えて、私もしっかり戦わなければ。貴様は誰よりもお優しいお方、今も悲しみを押し殺して立っておられるはず。私たちも孫権様に習いましょう。今は泣いている場合ではないのだから。
おう。いかな大軍相手だろうと。戦い、そして勝ちましょう。私たちの未来を切り開くために。皆さん、策の手は今こそ、孫悟の天下を引き寄せる好機。早急率いる魏軍を倒せ。そう、これより太平の実行にかかります。殿が命を懸けた策、失敗は許されません。敵が押し寄せても恐れるな。我らの陣容に不足はない。迎撃開始。道を間違えたのか。だが俺も飛ばせるほど甘くはないぞ。こっちだ。止まった。よし、逃がすつもりはないの。こっちだ。どっ、この一戦で。誓った。申し訳ありません。呪春は落ちました。これこそ孫悟の結束の勝利です。敵将討ち取ったわ。いかがでもらえばね。殿、義運は回復。諸君の使者よ、遠路はるばるご苦労であった。合肥神城を守る万長は託された志、死んでいった者たちの思い、孫権様はさまざまなものを背負ってなお堂々と立っていらっしゃる。だからこそ私はその背を支え続けましょう。いつまでもずっと。
今なら落とせると踏んだんだろうけど、この城の防備を甘く見てもらっては困るな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。正門に迫る五軍は家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。家計の準備は整ったな。それじゃあ始めてくれ。キダ、俺たちは誘い込まれたのか。この地を失えば中間は裸も同然。みすみす失うわけにはいかないんだ。どうだ。そうそうはしていたが、これほどの大軍とは。ならこちらも樹春から援軍を呼ぶとしよう。侵入した敵を一掃しよう。さあ、兵器を起動させてくれ。援軍到着まで耐えられるはずが。まさか私の見込みが狂うとは。伝令、孫権様、大変です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。だが戦果は十分。今は引くぞ。敵将討ち取ったわ。申し訳ありません。廉氏は孫権と共に合肥新城の魏軍を打ち破った。だが孫権は合肥新城を奪わずに全軍に撤退を命じる。国と仲間を守れたことが何よりも嬉しい。そう語る孫権は王者としての風格を漂わせていた。そんな彼を廉氏は優しい眼差しで見つめる。彼女はいつも孫権のそばにいて彼を励まし続けた。それはきっとこれからも変わることはない。食事の準備ができました。いい香りだ。共に戦い、叱咤激励し、うまい料理を作り、お前はいつも私を支えてくれる。お前がいたから私はここまで来ることができた。レイシ、これからもそばにいてくれ。もちろんです、孫権様。私はずっとあなたのそばに。